はい、チョールドーすおーこいこパンコーキララノラネーイエーイ何しとんねこんにちは。ということで、今回はですね、はい、なんか、はい、初めて試す、ちょっとドッキリなんですけど、ランラン、裸になってるでしょ、はい、どういうこと分かりますか。多分見てくれてある方やったら分かるわかります。はい、キスマークつけてきたんですよね。このたびにわざわざチップでつけてきました、ね、キスマー抜き打ちテストみたいなもんですか。よう分かってるやん今回はですね、全裸ドッキリでね、今回は今日撮影がもともと僕、ランラン、コメンコ、お稲荷、マッシュ、この5人なんですよね。はい、でマッシュがちょっと遅れますって先 LINE 入ったんで、急遽全員で全裸でマッシュを迎え入れようじゃない。おい、それもそうやけど、まあ、当たり前のように接してほしいですね。全裸全裸です。パンツもパンツもマジ俺は考えたんで、首触りながらなんかないかな青のもう全裸行くしかないな俺にやってよ。いやまさか遅れてくるなんて思ってなかったからでもそれを全裸ドッキリを僕たち普段言わないんでね。そうですね。じゃあ早速いきましょう。それでは全裸で普通の対応をしたらどういう反応するのかまで3、2、1。いやこれいいでしょ。と考えてね、それをやってるの何したのかな。お稲荷は初めちょっとケツ匂わしたのかな。夏やから暑いんかなみたいな。いやそんなおちゃうないやろ。それはなんかアグレッション2万ってやばいやろ。どうする、あのおざわって感じたらすでに全然重すぎるやろ。お疲れです。はい、お疲れです。なんで裸なんですか。いつも通り。これは暑いっすか。いやまあ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 暑いっちゃ暑いんで、まあ、今はそれちょうどぐらいです。なんで今普通なんですか。いやまあこういう性格みたいな。まあそれ最後に入ったからじゃわからん。ああ、わからん。一番最後に。わかるでしょ。気づいてよ。やばい。座り。気づいた。何なんですか。濡れてる今私。やばい。見て。濡れてる。座ろう。先輩の前で立ち上がんない。先輩を。で、え、まずそんな普通なんですか。え、全然よ。なんで帽子かぶってるんですか。帽子かぶっちゃおう。なんで裸で帽子かぶってるのかな。え、暑いんじゃないですか。え、暑いからできるんじゃないですか、これ。いや、暑くはないな。全然そういうのじゃないです。気持ち的な問題。え、何え、逆になんすか。ごめんやんで。なんその顎の下と頭隠すのに体隠すんですか。動画でそういうことするってことですか。いや、それはやってたね。そうです、あれ見たない。そういうことですよね。いや、普通でしょ。ちょっと抜こうとしてる。いやいや、つけることは。なんちょっと抜こうとしてるんですか。恥なんかな。なんでなんですか。どうする動画。動画何撮るかを決めない。あ、そうですね。はい。あ、まあ。え、ほら、ピンって。ランランのこの腹の毛も嫌いけど。ここの毛嫌やわ。チン周り。ほんとだ。チン周りの毛嫌やわ、それ。意外と毛深い。見えるぐらいちっちゃいな。あ、トイレ。あ、たまに。決めておいて。あ、わかりました。頭おかしなった。普通じゃない。もともとやし。これ初めてですよ、こんな入ってきて全裸が。そういうのでもいいか。そういうの普通なんですよね、これ。うん。ランランはもう綺麗ですね。ここはね、コメさんの処理したのがすごい。知らんですよ。整えないの忘れてた。これ全部これ〇毛じゃないですね。こういう風に剃ったんですよ。どこどこか剃ったよ。意味が分からない。こうとかじゃなくて、ここだけ剃った。そうなんですよ。これだけこうやって剃ってたから、このラインだけちょっと。あ、これはわざとしてるんですか。これわざとしてるの。ミステリーサークルみたいになってる。そうそんな上まであるんですね。そうだよ。ま、見て。いや、汚いって言いそうなんて。綺麗止めんといて。汚いって言う。綺麗止めんといて。なんかバランス悪いですね。これバランス悪いでしょ。いや、もともとバランスは悪いでしょ、どっちか。あれがバランス悪いんだよ。そんな俺の体ばっか見てないでね。企画考えなさいよ。うちのおじいちゃんと同じ体してるんですよ。おじいちゃんおじいちゃんマジでこういう体してるんですよ、僕のうちの。マジで似てるっす、体が。体汚いですね。体汚いって毛やろ、これどうせ。え、あんま見たことない。何こんな。なんでだ。いや、まあ、なんか、相性。毛ばっかいじってくるんですよ。毛の位置がおかしいって言ってくるんですよ。そうだ、一番いい、本当に。そうですね。なんで、ペルが見えば。なんで。脱ぎに行くやろ、絶対。絶対脱ぎに行くやろ。そんなことないよ。ちゃう。トイレ我慢して。誰もある話。トイレはするやろ、お前。なんでそんなみんな裸なんですか。裸に見えてるのがもう逆に不思議なんだよ。見えるでしょ、誰がどう見ても裸に。チョルさんでかいっすね、やっぱり。俺だ、地元で何て言われてるか知ってる。何ですか。シャネル。シャネルですか。あなた何て言われてるんですか。
俺ですか？ピッコロです。ピッコロ。どういうことだよ。ピッコロ。でもやっぱ綺麗ですね、チョリさん。チョリさんと。まあちょっとこの辺がな、脱毛のまだ行け切れてない。俺の悪い部分で。試合後か。そうなの？俺は腹違いで。まあそうなの、そもそも。腹違いは嫌や。マッシュが見て誰が大きいかな。物の話をさせてほしい。ちゃんと見てな。あれほんまに真剣に聞いてほしい。俺が初めて言う、やっぱ先輩やぞ。お前の首なんか全部切る。いやだからね、トメさんやっぱバランス悪いですね。体でかいのにちっちゃいじゃないですか。ああ、確かに確かに。そんないじるなってよ。これ絞ってるだけやだ。そんなでかくなってどんぐらい出るか。バランス悪いですね。千葉で切ったかいもんな。この感じでいくんすね。じゃあ今日は毎回してほしいな。俺が当たり前みたいな人があるから。でも僕、物言えば、でも僕が多分一番でかいですよ。カッコで言われて、何の親近感もわかる。俺、ちっちゃいんちゃうかな。一回じゃん、もう一回ちゃうかな。ちっちゃいんじゃないかな。マッシュ、一回トイレ行ってね。一回トイレ行ってね。俺もそう思う。一回考えててください。俺も、ちゃんと、ちゃんと。マッシュ、小さかったら怒ったらな。ちょっと。シンコ、バリでかいっすね。全身脱毛ってどこだったんですか。いや、言いたくないな。そんなことは終わってから聞いてくれるから。何本ぐらいします？ヒゲとかやったらもう5回で何十万とか。何十万？足も全部入れてやったから。ああ、わかりました。やれんのかい。私、チョリゾーが9月に誕生日ということなので、普段、レンレンは大阪で働いてくれてるんですけど、はい、僕は大阪の南の方で、じゃあ、働かせていただいてるんですけど、今回、いつもお世話になってるチョリゾーさんを一緒に祝いたいということで、9月にチョリゾーさんの持っているお店全部回ろうかなと思ってます。ということは、北海道、沖縄、歌舞伎町、全部回ってくれるということでいいのかな？はい、ありがとうございます。よいしょ。日程の方はこちらになります。今回の限定出勤について質問等あれば Twitter、Instagram の DM お待ちしております。 DM の方がたくさん来るので返信の方がね、できない時もありますが、決して無視してるわけじゃないんで、何回か DM の方お願いします。もちろんゲリラでね、お店の方遊びに来ていただいても全然 OK なんで、指名待ってます。待ってます。